石狩岳の地形図。石狩岳山町は画像の中心石狩岳は北海道中央部石狩山地にある標高1967メートルの山。山頂は上川町と上士路町の境にある。名称は石狩川の水源であることから付けられた。大雪山国立公園に属している稜線は 北東南西方向に伸びている。北東へたどると、音吹山、湯に、石狩岳、三国峠を挟んで三国山と続いており、この両線は、上川町と上四路町の境をなし、日本海側と太平洋側の分水嶺もなしている。これらの山々を指して、石狩連峰と呼び、石狩岳はその手法である。南西へ伸びた両線は、間もなく、 南へと方向を変え、ニペソツ山、丸山、ウペペ山系山と続いていく。石狩連峰とこれらの山々は、大雪山の東に列をなしていることから、総称して、東大雪と呼ばれる。石狩連峰は、日高山脈と同様の終極山脈であり、火山ではない。森林限界は1600メートル程度にあり、その上部は、廃末帯である。 北西斜面に石狩川の南東斜面に音吹川の水源がある。1920年7月に慶応義塾大学山岳会の大島良吉が石狩沢より登頂。この様子は気候文、石狩だけより石狩川に想定に記されている。また、1923年には北海道大学の田口静浦が音吹川より登頂に成功している。 登山ルートには十国峠より、音府山経由で登るコース、西にある沼の原山登山口より、急峻な尾根伝いに登るコースなどがあるが、下に示すシュナイダーコースが日帰り登山も可能でよく利用されている。ありがとうございます。